はい、こんにちは、浦田健です。今日もミニセミナー行きたいと思いますが、今日はですね、車の中からはいお届けしておりますが、今子供たちをですね、学校に迎えに来ている途中です。お迎えの列に並んでるんですけれども、こちらに拠点を設けてですね、1週間ぐらい経ちますが、やっと慣れてきたような気がします。日本の暮らしとはですね、またちょっと違いまして、いろんなことが思うように進まず、毎日こう英語の辞書と格闘しながら、いろいろコミュニケーション身振り手振りしながらやっておりますけれども、子どもたちもですね、新しい環境でいろんな国々の人と今勉強しつつありまして、かなり脳みそが沸騰しているような状況です。私も沸騰しております。来週からバスでですね、通学する予定になってますが、まずは僕たちもですね、街のこう、ロケーションとかですね、車を運転しつつこう把握しないといけないので、これレンタカーなんですけれども、月だいたいそうですね、6万円弱ぐらいで、こちらでは有名なマイビーというですね、日産のマーチみたいなサイズ感のある車なんですが、かなり燃費がいい加減で、すぐガソリンがなくなってしまいます。ただしこちらはですね、産油国になってますんで、ガソリンがものすごく安いですね。リッター60円しません。はい、なのでたくさんガソリンを入れて皆さん撒き散らしてるんですけど、朝ですね、学校はですね、7時半から始まりますので、毎朝6時45分ぐらいに家を出て、真っ暗なうちにこう出てですね、夜明けとともに学校に着くと、7時15分ぐらい、だいたい朝ですと、そうですね、30分かからないですね、20分ぐらい、17、8キロのところなんですが、帰りはですね、11時半ですね、に、迎えに来てます。で、週に1回午後3時ぐらいまでの授業があるんですけれども、それ以外は1時半ということで迎えに来てます。こっちの学校っていうのはだいたい早いですね。7時半ぐらいに始まりまして、で、10時に1回その軽食ブレイクみたいなのがねあります。なので皆さん子供たちはですね、お弁当を持ってきたり、1階の学食みたいなところがあるんですが、そこで、軽食をとって、で、1時半までまた授業があって、それが終わると午後授業がある、中学生以上高校生以上の人は、また授業が3時ぐらいまであるというような感じになってます。で、バスもですね、クアラルンプールの市内いろんなとこから走ってまして、だいたい1ヶ月7、8000円ですかね、そのぐらい、皆さん払ってやってます。から送り迎えする父兄の方も多くてですね、今前後にすごい並んで、そのお迎え渋滞にはまってるんですが、子供たちをピックアップして、で、子供たちは帰ったら大量の宿題と格闘するというような感じになってます。はい、うちの子供たちもですね、英語が全然堪能ではないので、今英語をですね、特訓するクラスに入ってますけれども、そんな中でもですね、英語がこう喋れない中でも、韓国人とか中国人とかとですね、コミュニケーションをですね、取って、楽しそうに、やってくれてるような感じです。はい、無事子供たちをピックアップしまして、もう寝ておりますけれども、これから家に帰りたいと思いますが、なんかまだ1週間も経ってないのに、なんか会話の端々に英単語が混ざってきましてですね、今日ティーチャーがホームワークやってきなさいって言ってますみたいな、なんかちっちゃなルーがお芝みたいになって、なかなかやっぱり毎日英語漬けですからね。はい、数ヶ月後が楽しみです。
ぜひ皆さんも遊びに来てください。ではまた次回。